に激しく湧き上がる愛するものへの情熱も研ぎ澄まされた青い闇は隣振りかざすのは冷たく燃える炎
殷を倒し、晴れて周王朝を建国した世紀。その中で私、姫発は、父文王こと姫将亡き後、武王として新たに天子の位についた。だが、政治家としての第一歩を踏み出した私の前には、多くの困難が待ち受けていた。何しろ、長家をはじめ、かつて殷であった土地の多くは荒れ放題。各地の諸侯も従属するかはまだ未知数。だが、私の悩みは主に首都、豪遊にあった。この物語は、武王という一人の政治家が歩いてきた苦悩と決断の記録である。はみ出してるの腹渡じゃねえのか。 あそこに倒れてるっす。ようやく見つけたと思えば動いておらんな。もしや死んでいるのでは。妖然、ちとダッキに化けてみよ。ダッキ変化ですか。よいから早く。はい。ジニー様、立ち上がった。ゾンビみたい。こいつジョーブリンジャー。スズー、抱きつくないでよせ。まだまだこんなブリンちゃんがいたとは。シューも捨てたもんじゃねえな。ジニー様、いや、陛下！ダン！戦海伝方針演義外伝第1話、ある政治家の半生、武王回顧録立志編、グルメバトル高彦 VS 南急勝、栄冠は誰の手に。ちょっと待ってくれた。こんな窓もトイレもない場所でどうしろってんだ。なんか物々しいっすね。執務室には鋼鉄製の三重の扉を取り付け、さらに精鋭一個中隊で警備に当たっています。ちとやりすぎではないか。これくらいは当然です。毎日毎日隙あらば執務室を抜け出して娘たちを追いかけているんですからな。元はといえば、スースーの監督不行き届きも一員ですよ。監督など引き受けた覚えはないが。雇用契約書にはそう書いてあります。ほら。ん？お、本当だな。あ、ところで陽然、お主、いつの間に修行団の秘書官になったのだ？液政革命も終わって暇なもんですから、ちょっとお手伝いしてるんですよ。天使となられても、チーニー様はいつまでもチーニー様。これでは臣民への示しもつきませぬ。現に今も。喧嘩すか？さあ、食堂からのようですね。こら！そうからやろうとも！人んとこの料理を散々バーにしやがって、そんなにまずけない食うんじゃねえ！この男は、南急勝。元は世紀の大将軍だが、コウヒコが州で武聖王に任じられてからはナンバー2に退き、悶々とした日々を送っていた。正規料理はおおむね辛く、長家は甘党が多い。お互い合わせようと頑張っていた両者だったが、ついにこの男がトラブルの火種となったのだ。いやー、すまぬ南急勝殿。
おい、みんなよさねえか。法にいれば法に従えって言うだろうが。そんなこと言ったってよ、正規の料理は無駄に辛いさ。我慢してきたけど、これじゃ地になっちまうさ。ふっ、甘ったるいもんばっか食ってっから、生姜じゃみんなブクブク太ってんだよ。なんだと。あっ、ひっくり返しちまった。正規料理を床にぶちまきやがって。いくら優しい俺だって許さねえぞ。わざとじゃねえさ、言いがかりはよせ。おのれ、お前ら、この男が再び武勢王になったからって、ああ、いい気になるなよ。こいこ、うるせえ。ほらよ、みんなを説得してんじゃねえかよ。今まで散々激辛料理に合わせてやったが、もう我慢できねえ。合わせてやったのは俺たちだ。チキシュ、やっちまえ。おりゃ、大乱闘ですね。しかし、またか。この大騒ぎの中でも一人黙々と食べておる。なんという、これというのも陛下の統率力が欠けておるからです。ほっとけ、ほっとけ。アホな喧嘩だ。液政革命の時は一緒に戦ったんだし、武王のせいというわけでもあるまい。スースー、見過ごすつもりですか。わしは桃の収穫があるんでの。何をする。歩きはあるのですか。ああ、終わった。実はアイデアがあるのだ。アイデア。そうだ、飲み物が絡んだ大喧嘩、ここは一つきっちりと勝負をつけた方がよかろうの。勝負。亡き文王起承様に捧ぐ。対するは甘党の超過風と辛党の正規風寸。果たしていずれが優れた料理か、雌雄を決する激烈バトルス。両陣営から選び抜かれた料理人は超過代表コウヒコ選手、そして正規代表南球勝選手のお二人、スタジアムへようこそっす。負けねえぞ。正規料理が超過料理なんかに負けらさねえんだ。おいおい、太公望殿、どうしてこの俺が料理なんかしなきゃならねえんだ。もともと食べ物が発端で始まった喧嘩だ。お主らの料理で勝負を決定すれば、正規の者も超過の者も納得するであろう。つうわけで、二人とも早く用意するのだ。しょうがね。一丁料理の真髄を見せてやるか。やってる。お前にだけは絶対負けねえからな。起承様にちなんだこの大会では、肉や魚は一切ダメっす。材料はその辺りに生えている雑草に限定されるっす。おーっと、南球勝選手が食材をざるいっぱい抱えて戻ってきた。こっちは子供の頃から正規の山の中駆け回ってんで、どこに何が生えてるかなんざ鼻から分かったらええ。だが高彦選手はすでに料理に入っている。しかも食材は松茸にエシャレットにズッキーニ、トリュフに冬虫夏草、畑のキャビアトンブリッド。恐るべし、コウヒコ。まだまだあるぞ、刻んで刻んでと。おりゃー、俺は負けねー。すごい、南球勝選手高速の包丁さばきっす。俺は超強火でいただく。そして辛い辛い、おばちゃん。あー、南球勝選手の鍋オーラを放ってるっす。燃えてきたぜ。どうか俺は南球林勝つよな。どうか言ってる間にコウヒコ選手すでに料理が出来上がってるぞ。
いよいよ両者とも待望の料理が出揃ったす。人生に雨風はつきもの。どんなに辛く厳しくとも、そこに花咲く甘い恋の花一輪。そんな思いを込めた高彦選手の激甘杏仁豆腐す。続いては南急勝選手の激辛ザーサイス。雨がなんだ、風がなんだ、試練をドーンと受け止めてこそ真の人生、誠の男。テーマはガチンコ反省期。でも両者ともあの材料からどうやってこの料理を作ったんすか。謎っす。これぞ熱い男の料理です。はい、だーほー、どちらも冷たい料理ではないか。それではいよいよ審査員のご入場です。まずは世紀を代表して雷神師さん。はい、雷、地震の神、そして子供の子と書いて雷神師です。よろしく。素晴らしいアドリブありがとうございました。超歌を代表しましては高天下さん。チャース、赤青黄の木、天国の天、科学の科、高天下さん。これまたご丁寧にありがとうございます。そして審査に最終決定を下すのは、なんだあれ。特注の鋼鉄製の鬼です。修好団、ちょっと厳しすぎるのでは。ジーニー様の脱走を見くびってはいけません。眩しいぜ。審査員代表、亡き文王紀章様の後継者、武王紀発陛下す。長い牢獄生活、執務室での激務でおやつれになっているご様子ですが、その味覚は健在す。しかし本当に大丈夫なんでしょうな。結果次第ではいさかいに火を注ぐ結果にもなりかねませんが。わーっておる、任せておれ。さあいよいよ審査開始す。ああうまい。俺っちゃ激甘杏仁豆腐、親父の料理なら子供の頃から食ってるさ。まあもっともだの。このザーサイ、ちょっと皆さん一回食べザーサイなんつってな。うまい、はい、俺は南急勝に一票。甘いもんは好きになれねえ。彼は杏にトラウマがありますからね。甘いものは抵抗あるでしょう。意見が分かれたっす。これで全ては武王陛下に委ねられることになったっす。果たして波乱の勝敗の行方はもうどうなるっすか。変ですね。どうしたまた。チニー様、味見しようともせんぞ。やつさん、どうしたんだ。キャッツ様、一体上海ガニ、ピータン、チンジャオロース、熊の手フカヒレ、ツバメの巣。ジーニー様、一体何を。肉だ、俺は肉が食いてえんだ。マンガン全席で芸者も上げて出陣にクリーンして。それじゃあ陰の時代と何も変わらないじゃないですか。予想外です。執務室に閉じ込められていたことで武王は欲求不満が爆発したようですね。亡き父武王紀章を悼んでの精進料理対決だというのに。おのれ太鼓坊、貴様の口車に乗ったばかりに成敗してくれる。みんな聞け。俺は俺の食いたいものを食う。世紀のものも長家のものもみんな好きな料理を食え。そんな死に滅裂な。要するにお前ら
相手に気を使って無理に好みを合わせようとしたりするから、かえって喧嘩になっておるのだ。え？違うか？つまりだな、甘いもんが好きな奴は辛いもんが好きな奴の気持ちをバカにせず、辛いもんが好きな奴も甘いもんが好きな奴の気持ちを尊重っていうか、そういう気持ちがあればいいんだ。理解し合うってな、そういうことだろ。世の中いろんな奴がいて、いろんなもんがあった方が面白いじゃねえか。お？そんじゃ演説終わり。考えてみりゃそりゃそうさ。さすがはチーニー、言ってくれな。なんだかよくわかりませんが、まとまったようですね。ルオーはちゃんと気象殿のご意志を受け継いでおるのだ。何ですと？あれはもう20年前にもなるかの。長家から強族の難民が出たと聞いて地上に降りてきたわしは、正規で気象を見かけたのだ。気象様、難民は200人を超えます。食料の面から言っても受け入れはとても。残念ですが彼らは我らと同じ民族ではありません。退去させましょう。そんなことができるか。しかし気象様、正規には異民族を追い出すような習いはない。彼らは違う文化や技術を持ってきてくれる大切な友人だ。その交流があってこそ正規は物質的にも精神的にもより豊かな国となる。食料が足りなければ城のものを使えばいい。目の前の食料など惜しむべくもないではないか。父上、白雄公か。これから食べ物が一層少なくなるが我慢してくれよ。うん。早く門を開けろ。難民たちを包囲に迎え入れるのだ。そういえば子供の頃はめったにご馳走が食べられなくて不満でしたよ。言葉遣いは変わっても志は気象も気発も変わりはしない。そういうことですね。力で統治した院とは違う、人々の理解による国づくり、それが州の道なのだ。武王陛下万歳。ジーク武王。イエス、ガッドセイブザ武王。人豆腐とザーサイを同時に食っておるのか。ナタク君は好き嫌いはないっすか。伝行は食わん。それは正規の民と長家の民が共にこの私の呼びかけを素直に受け止めてくれた瞬間だった。おかげで私武王喜発もこの一件でひとまず面目役所となったのだ。しかし数日後、陛下、陛下、陛下はどこ行った。ご主人、また何かあったみたいっすよ。今度は一体どうしたのだ。どうしたもこうしたもありません。この請求書を見てください。請求書っすか。な、何、キャツに借金12億8000万円。相手は悪辣な取り立てで名高い町の高利貸しです。その他にも債権者が続々と。あ、なんだこのバカでかい生き物は。遥か西の国に住むゾウという動物です。ほら、バナナを食べ。こんなの俺っち見たことないさ。あんたが面倒を見てんのか。そうです。
私のただ一つの楽しみです。しかし、こうなってはもう彼らも売りに出すしかないのかもしれぬ。集光炭。救済してくれ！陛下！出てきてください！いるのは分かっているんです！死に！勝手に俺を連帯保証人にしやがった！馬も戦車もみんな担保に取られちまった！これじゃ州軍は壊滅さ！マンションに車、カードで買いまくったブランド品の山、キャバクラにホモバーのツケ、おまけに各種ローンの保証人まで、総額は日本円で約12億8千万おそらく町の娘たちに手当たり次第貢いでおるのだろうな。ダメっす、扉は皆内側から溶接されてるっす。えい、陛下、出てきてください。陛下、いい加減にしないと。え、誰か、はあ、主君様、何か。いやあ、ご無沙汰。携帯の番号を変えるのに手間取っちゃってね。いや何、大したことないよ。借金取りなんて喉元すぎればなんとかってね。ま、金なんてどうにでもなるもんさ。俺んちには何しろ100人の保証人がいるかんな。戦海伝方針演技外伝第2話、ある政治家の半生、武王回顧録第2部、怒涛編、借金返済増レース、世紀の空に象が舞う。まず、今月末までに5000万、耳を揃えて支払っていただきますからね。さもなくば、城の中のものを差し押さえさせていただきます。わかった。至急、公的資金導入の採決を仰ぐことにする。やれやれ、大変な剣幕ですね。あ、私の胃はもう長くは持たぬ。このままじゃ正規上丸ごと差し押さえられてしまうっす。仕方あるまい、一つ知恵を貸してやるかの。競馬大会っすか？手っ取り早く国庫に金をかき集めるには公営ギャンブルが一番なのだ。ああ、ギャンブルなら俺も自信があるぜ。賭け事も借金を増やした一因では。うわ、ちょっと腹が痛くなってきた。 あとはいいよ、気に計らえ。陛下。まあまあ、まずはわしの話を聞け。こういうものはわしら胴元に必ず金が残るようになっておるのだ。そうなんです。お客は競馬場に入るために入場料を払い、さらに馬券を買って賭けに参加します。勝った者は負けた者が払った馬券代を配当として山分けします。よって主催者側、つまり私たちには入場料が確実に残るのです。面白え。競馬場なら金利で塩漬けになった土地がいくらでもあるぜ。そんな、どっかの自治体みたいな。ダメです、チーニー様のことです。せっかく儲かった入場料もギャンブルに突っ込んで借金を増やすのは明らか。いや、そう言うなよ。俺だって反省してるんだからさ。入場料だけで堅実に金を作る、約束する。この通りだ。ダメと言ったらダメです。公営ギャンブルなどとんでもない。第一、競馬場の建設費用なんてもう出ませんからな。あ、誰か胃薬を持て。あいだあいだだだだ。確かにブラックリストが回ってもう借金も無理ですからね。実現すれば面白いイベントになると思うのですが。難儀だの。大丈夫、競馬場くらいこの俺がこの腕で作ってやるさ。はい。なに、見てろって。そんじゃお前ら行くぜ。どっからこんなに集めたんだ？
キャツが競馬場を作るって聞いて町中から集まってきたんだってさ。でもなんで。なんでもみんな昔キャツに世話になったことがあるとか言ってるさ。チーニーに世話。ああ、町の人が困ってるとその場で助けなきゃ気が済まんとか言って、怪我をした子供の手術費用を出したり、貧しい家の出産費用を立て替えたり、暴力亭主から逃げ出した女に店を持たせてやったり、そんな様子だったらしいさ。キハツめ、なかなか人望は厚いようだ。あ、スース。娘たちに貢いだとばかり思っていたがの。切符がいいんすね。これ終わったら飯にすっからな。それっと。ともすれば、絶望の神に心が支配されてしまいそうな時、闇を照らしてくれるのは人の心。私はこの時、込み上げる熱いものをぐっと胸にこらえていた。涙は見せられない。辛いが、これも指導者たる者の宿命なのだ。多くの人々の協力を得て競馬場は完成した。修行団もそれを見てしぶしぶ許可を出してくれた。第1回世紀競馬大会はついに開催までこぎつけたのである。おいおい見ろよ大工房、すげえ客だぜ。大盛況だの。おお、レースクイーンの入場。あの組は妖精だぞ。何？え？正規場のそばで何かやってるよ。おお、競馬ですか。面白そうですね。駅政革命も終わって退屈していたとこです。ちょっと覗かせてもらいましょう。しかし、走るのはあの動物なのでしょうか。私の像が聞いてませんぞ。いやすまん。何しろ群馬はみんな差し押さえられてっかな。しかしまあ良いではないか。像レースの方が話題性もある。はあ、なんで俺たちが騎手なんだ。負けねえぞお前だけにはな。南急勝さん、やっぱ勝負に熱いっすね。おお、これちゃんと走るのか。まさか乗るとは思わなかったさ。あれ、あんたレースクイーンじゃ。人手が足りないからこっちでもお手伝いなの。騎手は、公彦を天下の親子に南急勝、スープーシャンに来信し、おやコスプレもありですか。妖前のダッキー、ゾウもあれは。これだから反対だったんだ。中止です。絶対取りやめです。入場料だけで借金を返して余るほどの金が集まっておるのだぞ。お前もゾウと別れずに済むんじゃねえの。そんな強引な。それではよーい。うわー、待て。ダーン。そんなに無知当てるな。私の像だぞ。ああ、また胃が。大方の本命は公彦の2番と南急勝の3番だな。馬券
いや、造券もそれが一番売れておる。だがよ、このレース4番のスープが勝つさ。お、ギャンブラーの勘と申すか。そんなんじゃねえ、俺には綿密なリサーチによるデータがある。スープは浮いているから体重が問題にならねえ。それに一番いい像を密かにあてがっておいた。甘いの。勝つのは一番ノーゼンダッキの像だ。俺だってダッキちゃんを応援したいのは山々。しかしヨーゼンだと言うておるのに。そうとも、冷静に考えればあれは同志、霊獣やパオペイには乗り慣れてるだろうが、地上の動物はどうかな。おや、そういえば私の像は5頭のはず。だが今走っているのは6頭ですな。何？ヨーゼンのやつ、光電圏にしか乗らんと言い張ってのということは、ダッキちゃんが乗ってるのは象の着ぐるみを着た光電圏なのだ。そういえば鼻が動いておらんぞ。なんだと？太鼓坊、それじゃ詐欺じゃねえか。わしが光電圏に乗せたわけではない。情報分析ではわしの方が上手だったということよ。あかーかっかっか。二人とも何をそんなに興奮しておる。入場料で儲かったのでは。レースの勝敗などどちらでもよろしかろう。あそうだよな、何も気にすることはねえんだ。気にすることはよ。ジーニー様、もしや。ヨーゼンのダッキが追い上げてきましたね。つまんないデッキレースだね。太鼓坊、覚えてろよ。逃しませんぞ。話せ、話せよ。これはスープの4番だな。貴重、入場料全部つぎ込んで買い占めちまったんだ。ゴム体な。だから言わんことでは。胃に穴が。天国の父上すみませぬ。衆はもはやこれまで。大丈夫だ、わしが20億の借金をしてヨーゼンの一番を買い占めておる。勝てるんでしょうな。バレさえせねば大穴受け合いだ。そーら来た。カッ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 。勝ってください。負ければ州は破産した上、貴一族兄弟100人全員禁止参者です。正確には現在99人だが。何級活が追い上げたぞ。なんだと。何級活、このバカ者。無知を打つなと言っておる。もはやこうだけの問題ではない。ダッキに半馬身、いえ半蔵身まで追い上げた。なかなか見上げた根性ですね。何級活、頑張りなさい。熱くならないでね、新公表。誰だ、応援しているのは。この国を売る気か。こりゃいかん、予想外の伏兵だ。逃げろ逃げろ、ダッキちゃん、国家の存亡がかかっておる。己難休活、お前こそ今ここにある危機だ。何としても勝てようぜ。衆の運命がかかっておるのだ。ダッキちゃんが飛んだ。そうでした、光天剣なら飛べるんでしたな。それなら必勝間違いなし。違う、象として出走しとるんだから地上を走らねば失格だ。それはごもっとも。ではやっぱり衆は。よし、スープ、もうお前だけだ。絶対に勝て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 。なんとスープーさんが象を持ち上げて飛んでます。あの霊獣にこんな力が眠っていたとは。最終回で変身した時よりも心動かされます。ああ、ハーネス加えて。あれじゃゾウは首吊りだよ。それより他のゾウ、あのスピードじゃコーナー曲がりきれないよ。うわー、フェンスに激突するよ。スーク、なんでお前まで飛ぶ。二人とも失格で、わしもキュッと共倒れではないか。大変だ、ゾウの腕が城を破壊して猛突進してるぞ。町にも
ヒロテが！なんですと？町が、城が、私の像が、バオーン！スープーシャンはおよそ100メートル飛んだところで墜落し、他のジョッキーたちはフェンスを突き破って暴走する像から振り落とされてしまった。後には妖然ダッキーの偽像が空に漂っているのみであった。俺は正義の星だ！まだ言ってやがる。飛んでもいいなんて聞いてねえぞ。黄金力士の方がまだマシさ。また一国の最後を見取ってしまったわ。罪作りなわらわ。宙が燃えてゆく。これよりお詫びに参ります。いいか、ダンが切腹した。救急車を呼ぶのだ。こうして第1回世紀競馬、ゾーレース大会は大盛況のうちに幕を閉じた。空を飛んだ妖然とスープーが失格となり、勝者は後ほど南球活に決定された。フェンスに突っ込んだのがコウヒコより一馬身早かったらしい。いい暇つぶしでした。おや、ナタ君、お前も馬券、いや造券を買ったのですか。南球活一点買い、特権2枚。これから母上に貯金してもらう。俗世の欲にまみれぬ者に運命は微笑むのですね。あいつはパオペーだからね。ハリウッドもびっくりの大掛かりなアトラクションに集まった客は皆大満足だったらしく、その反響は嵐を呼んだ。32,725 通目の苦情です。もうよい、放っておけ。切腹した修行団は幸いにも異界王の穴に刃先が貫通し一命を取り留めた。それから被害総額が100億円を突破しました。よいよい。ところでヒットマンたちから連絡はあったか。国はともかく象たちの仇だけは必ず取るぞ。そして私武王喜発は超債務国となった州を救うべく、軍師対抗坊たちとともに経済協力、並びに政府開発援助を求める国際訪問団を結成。各国を歴訪する日々を続けたのである。しきしょう、ベガスじゃ大負けだ。俺っちはつきまくりさ。あ、来世し、上までちょっとよこせ。せっかく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 よさぬか気発。まだまだモナコや香港、マニラがある。マカオもあと50年はやっておる。ヨーロッパならロンドン、サンデモ、カンピオーネ、ベネチア、ウィーン、アムステルダム、マドリッド、バーデンバーデン、ニースにディボンヌ、韓国ではソウルにプサンに最終島、南米まで飛べばエクアドルにコロンビア、ベネズエラにペルーもあるぞ。ついでにカリブ海に乗ってアルバトー、キュラソー、コスタリカ。楽しいこと
だんだん真っ暗になって何にも見えなくなってきたず。私は鳥目でとっくにダメです。しかし見る見るうちに穴が広がっていく。すごいパオペーだの。静かにしろ。音は厳禁だ。いつ岩が崩れてくるか知れねえ。待っておる。ところでドラマ CD をお聞きの皆さん、今回はなぜかわしら地中をさまよっておるのだ。わしらっていうのは僕スープーシャンと、どうも白鶴通りです。そしてもう一人、先頭で穴を掘っておるドコーソン。この男、恐竜山飛雲洞に住まう十二仙の一人クリューソンの弟子で、地中を自由自在に行き来できるドリューソーというものすごい鉄の爪のパオペイを持っておるのだ。しかしその外見はその能力通りっちゅうか、モグラそっくり。うるせえ、静かにしろっつってんだろ。戦海伝方針演技外伝第3話、烈涙の男道地底編。ああ土暮れに消えた恋、男の中の男土高村壁雲ちゃん救出大作戦。ああみんな怪我はないか。だく誰だ大声出したやつは。もう私は知りませんぞ。僕出したっすけど一番じゃないっす。ほら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 、静かにしろっつってたろ。こんなんでもたもたしてたんじゃ、キヨンちゃん助け出す前にへばっちまうぞ。何をむずみずしらすわけにいかねえからな。そうそう、なぜまたわしらが地中などに潜っておるのかというと、それはヘキヨンという美少女同士がこの先の洞窟に落石で閉じ込められておるからなのだ。ヘキヨンちゃんは、鳳凰さんは龍吉公主の弟子、公主様はこれまた戦界一の呼び名も高い美女仙人。土高村さんはその公主様の姿を覗き見しようと忍び込んでいくうちにヘキヨンさんを見初め片思いするようになったす。だけど土高村、まだヘキヨンちゃんとちゃんと喋ったことはないのだ。そうなんす。今日こそは告白しようとヘキウンちゃんを探していたら、なんと彼女はこの通り洞窟に閉じ込められていたす。というわけで、ドコーソン、ヘキウンちゃんにはまだ顔も知られていないんですね。さっきはまだ難儀な恋なのです。おい、ついてくんだったら早く来い。大声出さないで。来ないんだったら別に来なくてもいいんです。ご主人、早く行くぞ。わかった、いや、お前たちだって。幸いな違いにが、ヘキウンちゃんのポイント稼ぐには絶好のチャンスだぜ。動機は不純ですね。わしら、ナンパに付き合っておるのか。ノートお父さん、ここはやはり引き返して救援を呼んだ方が良いのでは。下手に手を出すと私たちも埋もれてしまいますよ。そうそう、地盤まだ不安定ですからね。バカ言うな。そんなことしてたらヘキウンちゃん弱っちまう。ほら、命なんか惜しくねえ。可愛い女の子のためならたとえナンパでも命がけ。それが男で。でも私たちは地中など初めてですし。そうだの。そもそもどうしてわしら4人が一緒に地中に潜ることになったのか、お聞きの皆さんにも説明せねばならんしの。僕はドコーソンさんの言う通りだと思うす。スープ?僕はやるす。男になるす。お主は空の霊獣ではないか。それがなんで地中などで熱血するのだ。洞窟は経験あるす。よし、じゃあこのまま全員俺についてくるってことだな。おい、随時行くぞ。そうだ、私たちは仕方
かないよ。置いてかれてもなんだし、ついて行くか。今日はなんか弱気ですね。知らんかったか、わし実は閉所恐怖症なのだ。それにしてもいよいよ真っ暗で何にも見えんの。進みながら俺の言うことよく聞けよ。今みたいなことが起きないように注意しとくからな。ちょっと今度か。あいつ、俺は子供の頃から土くれをおもちゃに生きてきた地底のプロフェッショナルで、素人のお前らは知らねえだろうが、地底っていうのは実に恐ろしいところだ。いつも危険と背中合わせなんだ。あいつ、まずよくあるのがガスの噴出だ。地下に溜まったメタンガスやタンジンが吹き出してくると気を失うばかりか引火して大爆発を引き起こす。そんなにあっという間に丸焼きになってあの世に行けよ。もしガスが吹き出してきたら急いで風上の出口へ向かうんだ。いいな、あいつ。とんでもないところに来てしまったもんです。言ってる先か。急げ、引き返すんだ。って言っても真っ暗でどっちが出口かわからないっすよ。風上ですよ、風上。何やってるんです、スープ。あ、いやー、何、深呼吸しておったのだ。何しろ恐ろしい場所というから気を落ち着けようと思っての。ご主人、紛らわしいことはやめてください。いやー、すまん、続けてくれ。よし、次に恐ろしいのは鉄砲水だ。地下を掘り進むうちに地下水脈に突き当たることがある。突然水が噴き出してきて何人もの命を飲み込んでしまうんだ。だから地下水が噴き出してくるときには必ず予兆がある。地の底から水の湧き上がってくる音がすんのよ。な、うわ、来た。今度こそおしまいです。諦めな、助かる方法は必ずあるんだ。あれ、音がしなくなったっす。ん、そういえばん、スース太鼓坊、スースが、あ、いや、すまん、地下水でうがいしておったらだ。穴を掘っておるとどうも埃っぽくてな。ご主人、スース、私たちは人命救助をしているのですよ。真面目にやってください。わかった。あ、あ、あ、すまん、申し訳ない。俺たちには時間がねえんだ。あいつ、急ぎましょう。地下の危険ってのはまだまだたくさんある。ガスの噴出や鉄砲水なんてのは序の口よ。もっと恐ろしいのは地底を住みかにしてる生き物たちだ。ミミズやモグラなんて可愛いもんじゃねえ。鋭い牙やトゲ、猛毒を持ったヘビやサソリがうようよしてるんだ。時には地底怪獣ゴメスやテレスドンに出くわしたり、地底人が襲撃してくることもある。中でも極めつけは古代怪鳥リトラの卵を掘り当てることよ。地底に鳥がいるっすか。おーや、なんせ古代怪鳥だからな。卵だと思って油断してると、いきなり帰ってそこら中に毒液を吐くんだ。何しろその毒液浴びたやつは数秒で白骨化するんだからな。襲われたやつはそのハートを一生忘れられず、毎晩うなされた挙句に発狂する。ギャー、出たくー。てめえの鳥、壁雲ちゃんを助け出すまで俺は死ねねえんだ。毒を襲う指ミサイルで成敗してやる。やめてください。私です、白鶴です。スーさん、尻尾を踏まないでください。あ、すまんすまん、何しろ真っ暗で何も見えんでの。またご主人っすか。あー、いや、脅かしてしもうたかの。本当はご無事もわざとやってんだろうが。
こは敵戦だろうな。違うのだ、誤解だ。あ、そんなことすれば土砂崩れが起きて全員生き埋めだぞ。別世指ミサイル発射。ここは天国っすか？やはり真っ暗、地獄でしょう。あなたたちは誰？天使の声っす。これはもしや私たちのどちらかが天国へ行けるということでは。僕が行くさ。いいや、私を連れてってください。何言ってんだよ、ヘキオンちゃんだよ。ちゃん、俺どこぞ助けに来たよ。嬉しい、ありがとう。どこぞさん、こんなところまで助けに来てくださる方がいたなんて。強引な展開だが、とにかく良かったの。これで晴れてみんな地上に戻れるってもんです。そうそう、そもそもなんで僕たちが4人でヘキウンちゃんを助けることになったかというとっすね。しまったどうしたのだ。ドリュウ像が動かねえ、壊れちまった。くそ、今の爆発でやられちまったんだ。なんだって。じゃあ私たちはここで生き埋め。21世紀に霊獣の化石として発見されるすか。はぁ、 DNA が残っておればカバのクローンで再生してもらえるかもな。それじゃ本当にカバになっちゃうすか。僕嫌です。スーズ、何か助かる方法はないのですか。しっ、ちと静かにするのだ。すまない、ヘキウンちゃん。ドリュウ像がないとさすがに俺も手が出ねえ。ここまで来て君を助けられないなんて、なんて情けねえ男だ。父は。そう、分かったわ。いいの、私この真っ暗な洞窟の中で一度は諦めたの。それをここまで助けに来てくださった方がいただけで十分。ドコーソンさん、あなたは最高の人よ。バカ言うな。俺は中途半端な最低の男さ。そんなことないわ。ね、真っ暗な中で何も見えないけど、最後に私を助けに来てくれた人の姿を想像でもいいからこの目に焼き付けておきたいの。え？ドコーソンさん、あなたの姿を教えて。でも、それは。ちょっとな。そんな、私を助けようとしてくれた人の姿も知らずに死ねって言うんですか。いや、勘弁してくれよ。恥ずかしがらないで言って。きっと素敵な方なんですよね。そう、ジーンズがよく似合う野生的な魅力と傷つきやすい心を持ち合わせた森田剛様みたいな。森田剛様。でも、そうじゃなくてもいいの。私はただ、ありのままのドコーザンさんが知りたいだけ。そっか、あ、でも、では、まず身長は、180センチ。ドコーソンはヘキウンちゃんの夢を壊したくないのだ。もしやこれが最後かもしれませんからね。62キロのスレンダーなボディで、顔はそうだな。ちょっとあのデカプリオっぽいって言われたことあったかな。デカプリオ。あとね、ベストズリ下げジープ大賞だの選ばれたことあったかなと。そんな方と一緒に最後を迎えられるなんて、ヘキウン、幸せです。あれ、なんか変な音が。またスーソーでしょ。ご主人、
せっかく二人があんないいとこなのにやめるっす。あ？いや待て、わしは知らぬぞ。とぼけたってもう騙されないっす。ついに来たな、ガスと鉄砲水とリトラが一緒になってきやがった。いよいよ最後だ。ドコーソさん、怖いわ。大丈夫、最後までヘキウンちゃんと一緒だぜ。やっぱり私死ぬのは嫌。あ、そうか。あ、そりゃそうだ。壊れちまったのはたかがパワーペじゃねえか。9回裏西満塁からが真の男の見せ所だ。ドコーソさん、ヘキウンちゃん、俺どんなことがあっても君を守るからね。でも地上に戻ってから決して驚かないって約束してほしいんだ。どうして？あ、とにかくいいな、しっかり捕まってるんだぞ平気。はい、どこすんだ。まで押し出されたみたいだな。なんとラッキーだったの。ヘキウンちゃん、ヘキウンちゃんどうだ。リトラス、違いますよ。私です、ハクツルです。ヘキウンさん無事ですよ。皆さんも助かったんですね、よかった。おお、ヘキウン殿も怪我などなさそうだの。ドコーソンさんが必死にかばってくれたんです。ドコーソンさん、ドコーソンさんはどの方かしら。確か身長180センチでディカプリオに似てるっていう。わしは同志対抗坊だ。僕はその霊獣スープーシャンス。私はハクツル通り原始天孫様にお仕えしております。じゃああなたが。あ、俺はそのドギンちゃん。え？あ、いや、そうなんだ。いや、約束通り驚かないでくれよ。実は、俺が。どこ？スーツ。ご無事でしたか。行方不明になられたって言うから探していたんですよ。おお、よーだ。ええー。おい。あれは身長180センチ、62キロのスレンダーボディでディカプリオに。間違いありませんわ。あ、いや、それは、あなたこそ地中で私を助けてくれたドコーソンさん、無事に戻ってきてくださったんですね。僕ですか。もうとぼけないで、本当に奥ゆかしいんだから。ドコーソンさん、何のことでしょう。僕にはさっぱり。しかしみんな無事だったことですし、僕たちはまあお茶でも。さあ、この後天剣にお乗りください。はい、喜んで。いや、喜ばないな。ちょっと待って、ヘキウンちゃん。ついてないの。暗闇の中でヘキウンを励まそうと思ったのが裏目に出てしまったのか。うるせえ。ヘキウンちゃんの気持ちを最後まで裏切らずに済んだぜ。最後までラッキーだぜ。ドコーさん、お前こそ男の中の男。いつかきっと日の当たる時がやってくる。
とうとう最後になりましたが、そもそも我々がなぜ東高村と一緒に壁員を助けることになったかと言いますと、この話の教訓は、男の中の男に顔や身長は関係ない。しかし女にモテるかどうかは大いに関係あるということだ。かー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 。旋回伝方針演技外伝、ただいまの出演、スープーシャン、マスカー陽一、陽禅、千葉進、起承、麦人、進行表、石田明、黒天子、コオロギさとみ、起発、アクトランドージ、小林和也、周光丹、瀬野正彦、郷彦、田中和成、雷神氏、松本理香、脱気、加賀津由美、高天下、山岸勲、ナタ君、宮田光輝、南九月、西村智弘、土高村、山口勝平、碧雲、堀江由衣、兵士 A、木山真、兵士 B、政子克美、借金取り A、土屋敏秀、借金取り B、飛鳥光一、債権者代表、西脇保つ、プリン、上原美雪、竹町のみ、そして対抗棒は私、結城宏でお送りしました。